はい、OK です。こんにちは、シーザシーです。はい、はい、今日はですね、12月21日です。まあ今日が最後の、年内最後の YouTube 撮影なのかなと思って、まあ一つご挨拶だったりとか、年末から年始にかけてのご案内を、まあ発表しようかなと思います。はい、はい、もうラジオ感覚というか音だけ聞いておいてもらえれば大丈夫かなと思います。はい、今日は商品説明ないので、はい、まあ本年もですね、まあ、残すところ10日間ぐらいですかね、なりました。お店も今年はオープンしてですね、本当こう多くの方々に利用いただいて、少ない営業日ではあるんですけど、一週間、結構そこめがけて来ていただいて、本当に感謝しております。まあ引き続きね、オンラインとかでもたくさんの方が今利用いただいているので、まあ一つこうファッションとしてもそうなんですけど、こうそのお店をやっていく上での大事としなきゃいけないビジネスの面でも非常にこう皆様の力で、力あってこう今年を終えそうな感じがありますし、はい、まあ来年も頑張れそうな感じです。うん、はい。では、まあ今月のですね、予定なんですけども、シーザーシーはですね、28日木曜日をもって、まあ本年の営業を終了したいと思っております。はい、通常ですね、28日木曜日は、営業していないんですけども、うん、またちょっとシーザーシーのニュースアップでも公開しますが、来週、はですね、27、28は営業をして、あれ本年の営業を終了したいと思っております。はい、またですね、この動画はおそらく23日土曜日に出していると思うんですけども、24日、まあ、クリスマスイブの日に関してはですね、営業時間が13時から17時と短縮しまして、うん、これもまたインスタグラムでも発表しているんですけども、僕が個人的にも仲良くさせていただいている美容師の波和さんの菓子という中目黒の美容室があってですね、そこで、まあ、夕方から出張して夜、うん、波和さんと高ママさんと、まあ、シーザシーでちょっとしたイベントをしようと思ってます。結構急に決まったんでね、はい、どれだけの人が来てくれるかもわからないですし、結構準備もそんなしてないというか、ちょっとウェルノードの別注したニットだけ持っていくっていう感じなんですけど、うん、来ていただいた方には、まあ、シーザシーのこう、よくノベルティとかでもお配りしている、ストラップ、アクリルストラップを、まあ、来場者の方にもプレゼントしますので、うん、まあ、それだけ受け取りに来るっていう感じでも大丈夫なので、ぜひ立ち寄っていただければと思います。はい。はい。で、その次ですね、まあ、28日までで、まあ、営業するっていうとこなんですけど、26日からですね、オンラインストア限定になるんですけど、福箱を、受付開催いたします。3万円、5万円、10万円っていう感じで、まあ、中身の内容はどういったものかっていうものについてはこうまたニュースアップしますので、そちらをご確認いただければと思います。うん、ただですね、ちょっとこう発送が年始すぐではなくて、1月中旬になるのでお待たせはしてしまうんですけど、まあ運試しといっても結構いい内容で箱詰めしていきたいと思いますので、うん、まあもしよろしければぜひ試してみてください。はいはい。で、来年の営業なんですけども、1月2日火曜日から、12時から営業を開始いたします。はい。この時はねですね、まあ初売りセールも含め、ちょっと新作とかも入ってくるので、その辺を発売開始いたします。はい。はい。オンラインの、初売りセールはですね、1月1日からとなります。すいません、こう日付が前後してしまって。で、まあ1月2日から営業するんですけども、一応、こう、1月2日から1月5日ぐらいまでをちょっと連勤でしまして、その後ちょっと3日4日またお店を閉める状態になりますので、うん、できればこう駆け込みでぜひいらしてください。はいはい。そんなところですかね。はいはい。またですね、このセール期間中
あとは初売り期間中っていうのはどうしてもこう配送業者とかの関係だったり、ちょっと僕らもこう一つ一つをこうパッキングしていく関係で、どうしても受注が混雑してしまうと発送がですね、通常3日とかなんですけど5日とか1週間もらってしまう場合があるんですけど、そこだけご了承ください、うん、はい、では、本年もありがとうございました。また来年もですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。